どうも皆さんこんにちは。本日も何卒よろしくお願いいたします。さあそれでは本日も皆さんにいろいろなスニーカーを楽しんでいただけるようにこちら始めたいと思います。緊急事態宣言の期間中、毎日スニーカーを購入するということをこちらのルールでやっております。スニーカー自体の解説のほか、パンツのコーデ、あと一番大切なサイズ感については詳しく説明をさせていただいております。最後に履き心地やコスパなどについても忖度なしにレビューをしておりますので、ぜひゆるくご視聴くださいませ。さあということで今回ですが、まずはこちらのボックスになります。もはや定番といっても過言ではないホカオネオネのボックスですね。今回ご紹介するモデルはブランドを代表するあの定番モデルになります。では早速中身を見てみたいと思います。肝心の中身はこちら、ホカオネオネボンダイ6でございます。2009年フランスのアネシーで発祥したホカオネオネ、型破りな厚さのミッドソールを持つ高機能なランニングシューズはランナーから支持を得て日本にも上陸。ダッドシューズの流行とともにストリートでも高い支持を得た前作ボンダイ5の後継モデルとして登場したボンダイ6、ファッションシーンでも高い支持を獲得し続けています。ということでこちらまずは詳しくスニーカーを見ていきましょう。全体をブラックで統一したスタイルで、サイドにはホカのテキストロゴが配置。ミッドソールのアイコニックなクッションはホカオネオネのロードシューズで最大クラスのボリュームとなっています。アッパーはメッシュ素材を採用し、高いフィット感とともに通気性の良さも実現。リフレクタープリントが施され、機能性とともに高いデザイン性となっています。アウトソールは軽量性と耐久性に優れたラバーアウトソールパターンを採用。滑らかな着地と耐久性向上のためにヒール部分の傾斜が設計されています。ヒールパーツにはシルバーのパーツが採用されており、後ろから見た時にもインパクトを感じられる姿となっています。ということでまず見てみましたが、いかがでしょうか。いやー、ついにというかようやくというか、ホカオネオネに手を出しちゃいました。スニーカーが好きな方、まあ、いわゆるヘッズな方はなかなか選ばないような気がするこちらのモデルですが、私としては1年以上前から気にはなってたんですよね。ただ2万円を超えるぐらいの価格と、あとやっぱり流行りになってたっていうところもあって、人とも結構被りそうかなっていう気がしてたのと、まああと廃れるのも怖くて、いつ買うか、いや買わないまま終わるか、どうしようかっていう感じで1年以上過ぎたんですが、流行りが過ぎても結構定番化した感っていうのもあって、まあちょうどこの企画もあったので、まあ一度試してみようかなと思って買ってみました。でまず実物を手に取った感想ですが、まあまあセレクトショップに行けば常に並んでいて見慣れているっていうのと、街でもやっぱり一時期履いてる人をたくさん見てたっていうのもあって、ある程度見慣れちゃってるっていうのも正直なところですかね。ただこのモデルは履いた時の履き心地と、あとボリューム感の演出っていうところが進化を発揮するようなモデルだと思うので、改めて履いてから感想を言うべきかなと思っております。で履いた後のサイズ感とか履き心地については動画の後半で詳しくレビューしていますので、そちらを見ていただければと思います。あとこれはまああるあるの余談なんですが、これだけはセールにはかからんやろうなと思ってこれ4月に買ってたんですが、結構今バリバリセールにかかってますね。で私は動画を出してから履こうと思ってたので、当然新品のまま今を迎えておりまして、もうちょっと待てばよかったかなと、まあ、ちょっと悲しい気分ですね。ちなみにまだ動画に出してない他のホカオネオネもあって、それも結構がっつりセール対象になってました。まあでもこれから買う方からするとすごいチャンスかなと思うので、ぜひぜひ一度履いてみてほしいなっていうふうに思っております。はい、ということでこちら続いて履いてみましょう。
パンツコーデですが、まずパンツの色について、これはそんなに難しくないと思います。スニーカー自体が黒なので、もちろん黒系のパンツでも履けますし、ネイビーやカーキ、ベージュなどでも大丈夫です。で、スタイリングですが、こちらは要注意かなと思っております。普通にテーパード系のパンツを合わせたり、何も考えずにデニムで履いたりするとかなりやぼったくなってしまう可能性があるかなというふうな感触です。ダッド系のスニーカーを履かれる方は心配ないとは思うんですが、もはや定番のアンクルパンツとか、あとは太めのパンツを履いて、ドローコード付きの場合は足首付近で縛ったり、ロールアップをしたりして、足首が見えるくらいの丈のパンツを選ぶといいかなというふうに思います。微妙な太さのパンツをワンクッションとかで履いてしまうと、結構やぼったくなってしまうかなと思いますので、少し注意をしていただければと思います。続いてサイズ感ですが、一見大きめに見えそうですが、特に大きめということはありません。むしろ足先はややタイトかなくらいに感じます。甲の部分はそれほどきつくて困ることはなさそうです。なので購入される場合はマイサイズ、もしくは小指が当たりがちな方とかはハーフアップで購入されることをお勧めします。エアフォースワンが 26.5 だと 26.5か、もしくは27を購入すれば、小さすぎず大きすぎないサイズ感になるかなというふうに思います。逆に大きめに見えるからといってハーフダウンで購入することは避けてください。確実に小さくなってしまうかなというふうに思います。私は比較的小指が当たりがちなタイプなので、今回は27センチを購入し、ちょうどいいサイズ感になっております。 26.5 でも履けそうな気はしますが、小指が結構当たってしまいそうかなというふうに思います。その他、私の普段のサイズはこちらに載せておきますので、よろしければ参考にしてください。また個別に質問などありましたら、遠慮なくコメントの方にくださいませ。では続いては、履いてみた感想なども含めて、こちらのモデルを忖度なしでレビューしていきたいと思います。採点するのはこちらの5項目になります。できるだけ客観的な視点も入れるようにしますので、少しでも皆さんのお役に立てればと思います。それでは行ってみましょう。まずデザインのいいところですが、基本的にこのモデル全体としてランニングシューズの機能性が由来になっているデザインなのですが、やはりなんといってもこの特徴的なミッドソール、これぐらい自然に身長が漏れるっていうのは正直ありがたいところですね。あとトリプルブラック的なカラーリングですが、素材感によって微妙に変化があるので、真っ黒でも単調になりすぎないっていうのもすごくいいところだなと思います。で、一方、まあ悪いところというか、まあパッと見のダッドシューズ感をどう捉えるかっていうのは結構好みが分かれるところかなとは思います。はい、履き心地ですが、クッション性は最高クラスと言っても過言ではないレベルかなというふうに思います。クッション性が高いだけじゃなくて安定感もあるので、非常に履き心地のいいクッションになってると思います。ちなみにインソールはオーソライトですね。あとアッパーの感触も程よいホールド感とメッシュ素材の通気性の良さっていうのもあって、すごく快適だなというふうに思いました。で、あと重さもかなり軽い部類に入ると思うので、これは間違いなく履き心地最強系の一角になるのではないでしょうか。こちらは定価が 23,100円かなだったと思うんですが、正直若干手を出しにくいですよね。スニーカー好きとしてはエアジョーダンのシリーズも買えちゃう価格なので、まあそちらに目移りはやっぱりしがちかなというふうにも思います。ただ今セールで、まあ大体 16,000円とか 17,000円ぐらいになってるところも結構あるっぽいので、その価格なら迷わず買っていいかなというふうに思います。まあ、なんせ履き心地のいいモデルを探してる方にはこれは間違いないですね。これはタイプに分かれそうですね。で、ある程度流行を追いかけてて、ダッドシューズとかにも理解をしているような女性からすると、すんなり受け入れてもらえるんじゃないかなというふうに思います。ただスニーカーっていうよりはファッションに疎い人からすると、本当におじさんシューズに思われるかもしれませんね。こちらもやや両極端かなというふうに思います。普段からダッドシューズの着こなしに慣れてる方からすると、超がつくほど楽にコーディネートできるモデルだなというふうには思います。一方で何も考えずに単純に T シャツにデニムみたいな合わせ方をしてしまうと、
かなりやぼったく見えてしまうかなというふうにも思います。ということでこれらの5項目の評価は 3.2。 もはやいろいろな方が言われていることですが、クッション性も含めて履き心地のいい靴の代表格だと思います。ファッションという意味でも取り入れるとグッと引き締まるようなモデルだと思うので、もし買うか悩まれているような方はぜひおすすめしたいと思いますね。この他にも細かく聞きたいことやリクエストなどありましたら、ぜひぜひコメントをいただければと思います。ということで本日はホカオネオネボンダイ6をご紹介しました。今後も詳しくスニーカーをご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。